さあ始まりました、マリオメーカー通知早です。300秒スピードランハードをやっていきたいと思います。新着コースにあったコース遊ばせていただきます。300秒は長いからね。この前370秒スピードランやったんだけど、多分あれはループ数だけだったからそんなにきつくなかったけど、なんかこれはむずそうな感じする。うわー、作り嫌な感じだな。ループはするだろうな、300秒だったら。ファイヤートーンか、放ってけってことね。 OK OK、戻んのか。いや、上だなこれ。え、これデカの状態で行っていいのか。え、本当だったら食らうんじゃなかったのか。大丈夫か。あ、やばいかも。あ、これまずいかも。あ、これまずいかも。やばいかも。これ食らっていくやつだ。間に合うか。あ、全然ダメだ。でもなんか行こうと思えばデカでも行けそうだな。 OK。 え、全然 OK じゃない。あぶー、惜しかった。よし、今度こそ抜けたろ。余裕のやっちゃん、オッケー。うわ、これスピードないとダメなんだよね。よいしょ、オッケー。これは、はいはい、ついてけって感じか。わっ、オッケー。おっ、ぶねえ。オッケー、爆発に巻き込まれないように。ここ走った方が早いな。ここも走った方が早いな。これも、これはね、多分バンでぶつかっちゃった方が早いですね。この距離感なら三段ジャンプをぶちかまして、三段じゃなくても OK だ。壁キックでもいきます。ほい、これは壁キックだよね。 OK、 P じゃん。何があるか分かんないから壁伝って、何もないのか。隙間がなかなか厄介な感じになってるけど大丈夫。 OK、 この辺を走ってるだけだ。いやー、いいなー、このなんて言えばいいのかな、同じとこループさせるんじゃなくてさ、ちゃんと別のものをなんというか作るというか、これすげえありがたいっすね。正直同じとこぐるぐる回るのしんどいから、正直ね、正直しんどいよね。マリオメーカーズだったら分かるはず。いや、これ一周でいいだろってなるじゃんさ。やっぱいいわこういうの。やっぱいいなー、いいコース作るよなーってなるよね。本当ありがとう。だからなかなか長いスピードなんで難しいんだよ。ミスった。それはもったいなすぎる。最初からだよ。さあ帰ってきたぞ。ほっ、 OK、 やった、抜けた。さあ新しいとこ、まだ3分くらいあるのか。1個持ってくとかっていう可能性あるよね。そうだよね、よかった、持っていって丁寧に行きます。この辺はゆっくりしてるな。鍵だ、ここに帰ってくのか。ん、これは投げるらしい。え、かぶってよかったじゃん。かぶりたかったんだけど、ちょっと待って。うわー、いや、戻るよりかはまあここ走っちゃった方がいいよな。次もしやられたらあのメットかぶろう。はい、最初のとこに、あー、ここでループすんのか。あぶれ、うーそ。これワンチャン戻れねえかな。ワンチャン戻れねえか、これ。ここ次第だな。あ、いけんな。え、あ、蹴っちゃった。あー、持ってきたかったのに。最悪。え、これさ、ズルできそうじゃない？え、無理かな？ちょっとやってみるわ。あー、無理か。上に壁があるんだったら無理だな。一方通、いや、これいけるじゃん、ほら、ズル。しまった、ズルできるよ、これ。悔しい。悔しい。悔しい。ならそれでいい。わかった。どうせあれだ。コメントなんで普通にゴールしろよとも言われるから、普通にゴールした後ズルすればいいんだな。あ、危ねえ。ここファイヤー残しとかなきゃダメなやつだったのか。え、大丈夫かなこの後。え、これ行かなくていいんだろ、これ、あれ、この先どうなる。あ、よかった。スター残ってないとダメだったじゃん。危な。そういうことか。なかなかエグいコース作るな。ほい、ほい、ほい。ここゆっくり行って、ほいほい、残り時間129秒、余裕はあると思うんだけどな。で、今度は壊れるブロックがないから要注意。ここも届けばいいんだろ。 OK、 壊れてるよな。そうだよな。しまった、ミスった。しゃがみくるんでなるべく稼ぎたかったんだけど、今のもミスった。この先大丈夫かな。この先大丈夫か、不安だな。ちょっとタンタンタン、あ、P は復活するのか、そうか。
冷静に壁キック。オッケー。大事なところはしっかりとやっていきましょう。さあ、時間も差し迫ってまいりました。あぶねえ。ここはあれなんだね、隠しブロック置いてないんだね。ほいほいほい、よかった、ここに隠しブロックあったら詰めたな、助かったぜ。ここだけ優しかったね。これ時間どうなの、結構危ういもしかして。ちょっと焦った方がいいか。でも焦るとないことないから、しっかりとやっていきましょう。丁寧に丁寧にプレイング、丁寧なプレイング、冷静なプレイングは結局最強なんだよね。みんなでバトルとかでもそうだけど、自分を信じてしっかりと自分に地のしっかりと地に足つけてプレイしていく、これが何より大事。時間タイムとかあんま見ない方がいいよね。だからバイン。さあ、その先が確かそうだよね。さあ、まだこの後あるかもしれないかな、要注意だな本当に。おお、よかった。初見殺しなかった。ゴルクサイド、ゴルクサイド、ゴルクサイド、やったー。このちくわ意味ないだろ。ありがとうございます。さあ、ズルするぞ。でも結構難しいよな。さあ、来ました。これさ、あんまり走りすぎるとダメだろ。そうそうだよね、そうだよね。あぶね。で、これ戻んなきゃいけないんだよな。2マスの時はね、ジャンプしてクルンした方が早いですね。ほい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 。ほんのちょっと減速してるけど、ほぼ減速しないでいけるんですよね。足の接着面がほぼなければ、ほぼほぼ、ほぼほぼ大丈夫です。よし、OK、戻ってこれました。で、こういって、そうか。これ一回捨てないとなんか。OK! で、はい !OK! 二回行けよ。ほらほらほら、タスクズルできましたよー。やりましたよ、皆さん。やっぱズル好きだよな。みんなズル好きでしょ。俺もズル大好き。ありがとう。ズルの代名詞と言ってもね、ちはやって書いてズルって呼んでもおかしくないくらいだからな。楽しかった。いいコースでした。マリオカート？バルーンでマリオカートだってさ。これ、みんなでやりたかったな。これ一人でやっても寂しいんだよ。でもね、多分もうクリア者いると思うんですよね。だから、動っ。え、これサプリだな。クリア者いると思うから。よいしょ。これ、みんなでバトル用コースじゃないな。だって、え、これ食らっちゃって走った方が早くね？そこはいけないのか。ねえ、パックフラワー。え、これ何？いいの？え、水の中も封鎖いけるんだ。そうなんだ。知らなかったな。どういうこと？え、違うのか？あ、違うの？あ、違うんだ。いや、これよかったな。本番、これみんなでバトルの本番じゃなくてよかったぜ。マジで。水の中だと若干遅くないか。若干なってんだわ。スターだと速くなるんだよね。そうそう、加速できるんだよ。ハックン、ん？ハックンタイムアタックで。え、なにその、え、なにその、一方通行、どういうこと？オッケー、ゴール。うわぁ。すげえ遅かったな。いつも動画を拝見しております。ありがとう。突然ですが、私のコース遊んでくれますか？自信作です。これだ。楽しさマックス、草原を駆け抜ける20秒スピードラン。タイムギリギリだね。これはなかなかハードル高いよ。自分で楽しさマックスって言っちゃってるからね。今から面白い話するんだけどさって言ってるようなもんだからな。いいな、ハードだけぞ俺の中で今。さあ、おお、さあ、いいね、いいよ。ポンポン、サンダージャンプかな。オッケー、投げるんだね。オッケー、パン持って、あ、じゃあ持たなくてよかったんだ。ここで投げて、オッケー、ジャンプして、これ踏んで、素晴らしい。うえー、一発でクリアしたかった。ナイスー、これはいいコースだわ。これはいいね、深みだね。ドッスンでオンフを切り替えるタイミングとかバッチリしだったし、コーラ投げてからさ、左に跳ね返ってきたやつを音符で跳ねらせて、そこは踏み台にするって、あれなかなかタイミング取るの難しいでしょ、作るの。これはいいコース。これ遊んでみようぜ。上級者向けの4人用対戦コースってことだと思うな。
運命の少々の選択。ゴール待ちがちで。いいやつじゃねえか、ただの。ただのいいやつだよ。なんとなくだけどさ、ま、小学生、中学生、ま、高校生とかね、マリオメーカーのみんなでバトルのコースやってる人でさ、コース待ちとかやってるやつ、大体多分友達多いよな。いや、わかんないけどね、わかんないけど。もしかしたら多い少ないとかの問題じゃなくて、その友達から絶大な、あれを、なんて言えばいいのかな、絶大な指示というか、あ、こいつはいいやつだから、今後も仲良くしようとか、多分そういう風に思われてそうなタイプの人じゃないかなって思うんだけど、でもちょっとなんか、ぐちゃぐちゃになっちゃったね、言ってることが。俺が何を言いたいかっていうと、ゴール待ちできるやつ、だから、なんかこう、周りのことをしっかりと考えられるというか、そういうやつなんじゃないかなって勝手に思ってるんだけど。あ、そういうことこれ。あ、そういうことか。あーね。ねえ、もし今あるのが俺が一番手だったとしたら、今人が下に集まってんだよね。そう。今下にいて、俺がオンオフを押してあげて、で、ピース、あ、待って、これ、やばいだろ。先にピースを押してから、え、これむずくない？これむずいよね。ちょっと待って。この状態でさ、オンオフスイッチで押したら俺負けちゃうよね。そうだよね。だこの辺にいるわけだからみんなさ、タイミングよく幅跳びとかしたら先にゴールしちゃうから、どうすればよかったんだろうね。先にオンオフを変えといて、こうかな？押しながらゴールだったらいけたかな？いや、待って、これさ、あれだったのか？足もなかったのか？これ結構難しかったよね、今の。高評価チャレンジ。人気ランキングとても難しい第1位のコース、ラバ4かな、ラバ4よろしくお願いいたします。ジャンプオリンピックス4パターンズインクライム、うん、よくわからん。ベストタイム45秒。はい、そうですね。クリア率 1.15 勝、かなり低いよね、かなり低いよね、 1.15 って。じゃあまあ10回っていうとちょっとあれかなって気がするんで、9回でクリアしたらぜひ高評価お願いします。3回以内にクリアしたらチャンネル登録お願いいたします。さあ行きましょう。これ3回でクリアしたらなかなか化け物だと思うよ、多分ね。うわー、マジか。いや、よく言ってる。ここまで素晴らしい。いや、これ自分素晴らしい。これは素晴らしいな。よく最初反応した。うわ危ねえ。うわだな、これマジで。ポン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 、ドンドン。いやー素晴らしい。1回待ってもよかったかも。あぶねー。さあ、上の情報しっかり見てから。なんか来てるんだけど、あ、スピンで行く必要なかった。切り返して、オッケー。無駄に3000コイン取っていった方が、なるほど、いけるようになってたんだね。あぶねー。よっ、やばい、これはもう間に合わない。うわー、違う、今のは間に合わないってなったら1回土管入るべきだったんだよ、ミスった。ギリギリガリガリに当たったか。おい、いや、これえぐい。ちっこくなって帰ってきやがった。お前ふざけんな。ちっこくなって帰ってくんな、バカ野郎。そりゃ難しいて。いや、むずい。アップ。どれだっけ？ Z ね、OK。間に合うか？間に合わねえじゃん。え、むずいな、これ。OK、いった。ワン、ツー、よし、ギリギリ。いや、これ、多分クリア。感覚的に多分クリア。うわー、惜しいな。一面二面さ、ノーミスで行ったんだぜ。あー、マジかよ、これ。あったろう、3回以内クリア。高評価チャレンジ成功したのに、なんか、敗北感を感じています、今。非常にもったいない気がする。くそー、悔しい。